パンダの生体図、アルフレート・ブレーム・編ンブレーム動物辞典を飾る挿絵の一枚として、画家フレデリック・ビルヘルム・クネルトが1927年に描いたもの。ジャイアントパンダ族は、約200万年前の中国大陸に出現し、進化した植物植生傾向、特に蓄色への変更が強く認められる、雑食性のクカホ哺乳類の一分類群。現在は猫も食いも、猫目犬は目。 クマシタメ中のクマか、ジャイアントパンダ赤に分類する説と、クマカ中のジャイアントパンダ属に分類する説がある。五種が知られている中、一種ジャイアントパンダのみが現存し、他の四種は有史以前に絶滅している。本属は、約800万年前の熱帯タウリンを中心として、ユーラシア大陸に広く分布していたアイルラルクトス属の中国大陸南部の種である。 エール・ファン・ジェンシスと系統上つながっているものと考えられる。学名については別項、ジャイアントパンダ学名、同じく標準和名についてはジャイアントパンダ日本語名にて承述する。ジャイアントパンダ類が熊科の海分類であることに異説はないが、分類群としての束ね方で熊科、ジャイアントパンダ赤とする説と熊科、熊か。 ジャイアントパンダ族とする説に分かれる。しかしいずれにしても、その回を構成するのは、化石種も含めて、ジャイアントパンダ族のみである。上位分類一説、編集ジャイアントパンダー編集ジャイアントパンダ赤の姉妹員群は、メガネグマ赤とクマ赤である。上位分類一説、編集クマ赤編集表記内容は、左から順に、学名、和名もしくはナ表記、英語名。 中国語名、特記事項。なお、ジャイアントパンダ族の中国語表記には、ジャイアントパンダとおおよそ同様に、大熊族、大熊族、熊族、熊族があって統一されていないため、ここでは代表的なもののみを記すこととする。ジーナスアイラーラポダ、ジャイアントパンダ族ジーナスアイラーラポダ、大熊族、熊族等、ピグミージャイアントパンダ、ピグミージャイアントパンダ、コシクマ。 当基地で最古のジャイアントパンダ族であり、すでに畜色への強い変更が認められる。体長約90センチメートルと最小種の一つ。約200万年前、中国南部のカルスト洞窟より、1個の化学骨と2から3個の歯が見つかっている。和名、英名未確認不良山熊投高期先進よ。前期更新よ。和名、英名未確認トモエシクマと。 約50万年前に生息した、同族中の大型種。ドワーフパンダドワーフパンダ、ワイクマ等更新よ。体長約90センチメートル。最大約152.4センチメートル。ジャイアントパンダジャイアントパンダオ,オグマ闘厳生。模式種。体長約120から150センチメートル。常日の竜骨派洞窟にて2005年。 約10万、約8万年前のジャイアントパンダの化石を中仏共同考古学調査隊が発見しており、これによってジャイアントパンダが様子交流域で進化、繁殖していた可能性が高まった。アイラーラポダメラノルカメラノルカは妙を未確認ジャイアントパンダ視線オーグマ、オーグマ、視線アシュトウ、アイラーラポダメラノルカクワインリンジェンシス、シンデーパンダワン QH、 h ハング sg 2005和名未確認クワインリングパンダ心霊オーグマオーグマ心霊アシュトアイラーラポダメラノルカヘイストロニー和名未確認イースタンパンダ中国名未確認ありがとうございます